それでは第二試合を始めます。第二試合の対戦は孫悟空選手対ウーブ選手です。孫悟空選手は過去数回この天下一武道会に出場し、なんと優勝経験までもある超実力派の武道家であります。私の個人的な予想では、今大会出場選手の中での実力はトップクラス。ミスターサタンの一番弟子ミスターブートの白熱した試合が期待されます。対しますウーブ選手は南の島からはるばるやってきた10歳の少年です。5人兄弟の長男で、幼い弟や妹の面倒をよく見る頑張り屋さん。今回はどうしても賞金が欲しくて思い切って出場したそうです。あら、かわいそうにね。せっかく遠くから来たのに、よりによって相手が孫くんだなんて。今回一番注目の戦いだな。さあ、準備はよろしいですね。それでは第2試合始めてください。そう緊張すんな、実力が出せねえぞ。はい。どうすっかな。しばらく戦ってれば緊張もほぐれっかもしんねえ。とりあえずやってみっか。すごい気だ。
よし。よっ
束したんだ。負けるもんか、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 負けるもんか。この人。そうか、おめえまだ空の飛び方も知らねんか。無理もねえよな、師匠なんていねえし、そんなことを考えたこともなかったろ。え、さっきは悪口言って悪かったな、許してくれ。おめえの実力が知りたかったんだ。ああでもしねえと本気出してくれそうになかったかな。やっぱおめえはほらの思った通りのやつだった。さすがだ、すんげえよ。だけど力の使い方がなっちゃいねえ。こんな風に戦ったことなんか初めてなんだろう。ううん、うん、そうだな。よし、決めた。オラがこれからおめんちに一緒に住んで戦い方を教えてやるよ。そうすりゃおめえはもっともっと強くなれる。え、でも無理だよ、おいらんち貧乏だから。だから賞金欲しくて無理してここに来たんだ。平気平気、金なら心配すんな。オラがミスターサタンからもらってやっからさ。あいつヒーローっちゅうことでやたら儲けてっからよ。でも遠慮することはねえ。それにこれからもしもっちゅうことがあったときに平和を守るのはおめえだからな。へえ、ちょっと待ってろ。あのさ、オラあいつを修行してやりにあいつっち行って一緒に暮らしてくる。え、何年かかるかわかんねえが、たまには帰ってくるからさ、よろしく頼むな。あのお父さん、一体どうして。じゃ、お父さんじいちゃん。どうしたパン。本当、今の話本当。わあ。じいちゃんに会えなくなるなんて、そんなのやだ。おいおいおい、パン、ずっと会えなくなるわけじゃねえぞ。言っただろ、たまに帰ってくるって。本当。ああ、約束する。だから泣くな。うん、よし、いい子だ。すまねえな、ベジータ、わざわざこんなとこまで引っ張り出しちまったんよ。どうせこんなちんけな試合じゃ俺も貴様も、そしてあのウーブっていうガキも実力を出しきれん。ははちげねえや。いずれ決着をつけるぞ。貴様には必ず勝ってみせる。あ
行くぞ。背中に乗れ。はい。おめんち南の方の島だったな。しっかり捕まってろよ。行っちまった。久しぶりに見たな、あんな嬉しそうな悟空は。カカロット、貴様の魂胆は分かっているぞ。あのブーの生まれ変わりのガキを修行してやるのはただ平和を守るためだけじゃない。おめえが修行して完璧になったらオラともう一度二人でちゃんとした試合しような。はい。ほんと言うとさ、オラそれが一番の目的なんだ。ワクワクしねえか、アウブ。すげえ強いやつと出会うなんてよ。はい。だよな。もっと強くなっちゃう。違う違う、おーって言うんだ。